さあ始まりました J リーグお決まりチャンネル。今回は私シオルとトロリ、タヤミ、ハリボー、こちらの4人でやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて今回は7月30日に行われた明治安田生命 J1 リーグ第23節名古屋グランパス VS 北海道コンサドーレ札幌の試合を解説します。解説といっても名古屋ファンの僕を中心としたファン同士でワイワイと楽しむようなものとなってますので、気軽に楽しんでいただけたらなと思います。まずはメンバーとフォーメーション。名古屋のフォーメーションは 3-5-2。 永井が移籍後初スタメンでマテウスと2トップに、新加入の長木とレオナルドもベンチ入りとなりました。一方の札幌は 3-6-1。 フルス対決となる青木がスタメン、新加入のスパチョーク選手が初のベンチ入りとなりました。名古屋の永井かプロデビューのマリノス戦のあの衝撃が本当に忘れられなくて、あれすごかったな。あれはすごかったね。長いといえばあの試合っていうぐらい、途中出場で出てきて、当時まだ J リーグでは屈指のセンターバックだった中澤と栗原をスピードでぶっちぎっていったあのシーンはもう名古屋サポーターの方も強く覚えている、すごく印象的な試合でしたね。試合後の木村和司監督の、あらスピード違反にならんのかねっていうのも忘れられないな。この試合の流れとしては、前半立ち上がりから名古屋が前線からの積極的なプレスで主導権を握り、チャンスもいくつか作りました。しかし前半31分に名古屋のビルドアップのミスから高い位置で奪われて失点してしまいました。この失点を機に名古屋のプレスが弱まり、一方の札幌は全体が活性化して一転して試合は札幌ペースに。特に興梠選手のところで起点を作られて押し込まれてしまいました。前半はこのまま1対0で終了。いい内容でありながらも勝てない試合となってしまいそうな、そんな暗雲が立ち込める前半となってしまいました。後半から名古屋は先頭に変えて一度投入、長井をスペースに走らせるロングボールであったりヘディングでスラさせたりとシンプルなプレーで押し込みにかかります。一方の札幌は興梠選手が負傷で退いてからなかなか攻撃の糸口をつかめていませんでした。そして後半22分、丸山からサイドに走った内田にフィードが通り、長井レオシルバとつないでシュートが決まり同点に追いつきます。内田のトラップとレオシルバのキックフェイントが絶品でした。名古屋はここからさらに攻勢を仕掛けると、後半36分、またしても丸山から内田にフィードが通りクロスをマテウスが沈めてついに逆転に成功しました。後半途中からウィングバックに入った内田のランニングを札幌のウィングバックであるルーカス・フェルナンデス選手が捕まえられないシーンがこの他にもいくつかあり、ルーカス・フェルナンデス選手はそのまで相馬とマッチアップしていたことによる疲労と内田とのタイプの違いが生み出した点かなと思います。名古屋はこのまま勝ち切るためにさらに守備の強度を高め気持ちの入ったプレーを見せますが、逆に前がかりになってしまいロングボールでひっくり返されるシーンが増えてしまいました。すると後半アディショナルタイム、札幌がカウンターから得たコーナーキックを青木に決められてしまい引き分けで試合終了。またもセットプレーからの失点となり、勝ち点2を失うような試合となってしまいました。ここからはこの試合で個人的に注目したポイントについて簡単に解説します。まずこの試合では名古屋はチーム全体として前から積極的なプレスを仕掛けて試合の主導権を握ることができていました。このプレスをリードしていたのがチームに6年ぶりに復帰した永井でした。持ち前のスピードでゴールキーパーにもプレスをかけてプレスバックもしてと制限をかけて率先して走ることでチームの守備を活性化させていました。それに引っ張られるように中盤の選手やセンターバックも札幌の選手にマンマーク気味にでも前に出て強くプレスを仕掛けて奪うこともできていました。長谷川健太監督のサッカーを長く経験した永井が名古屋のサッカーを引っ張る形となり、この先もチームの戦術浸透度をさらに高めてくれるのではないかと期待しています。永井についてやねんけど、今回その速さを生かした攻撃とかっていうのはあんまり見られなかったのかなと思って、個人的にこう永井には名古屋の下からの崩しのオプションの一つであったりとか、あるいはこうカウンターでの攻撃力の強化みたいなところを期待されてるのかなと思って、まあ、そこはまあ今後に期待だったりするのかなと個人的に思いました。またこの試合でも相馬は相手ディフェンスに縦を切られてしまい、高い位置でボールを受けてスピードを生かしたドリブルで縦に突破してチャンスを演出するというシーンはほとんどありませんでした。しかし相馬が低く位置取ってそこに相手ウィングバックを引き連れていくことで空いたスペースを使うということがチーム全体としてできていたのかなと思います。67分の得点シーンでも内田がこのスペースを使ってランニングしたことで生まれたものでしたし、それ以外にも内田と同じくインサイドハーフだった先頭であったりセンターフォワードの永井がこのスペースを使ってチャンスにつなげたりと、相馬がいいシーンを作れずともチーム全体として形を作れていたのが良かったかなと思います。先頭が相馬に要求していたように、先頭が落ちてビルドアップに参加していた時に相馬がディフェンスの背後を取るようなランニングができれば相馬個人としてもより怖い選手になることができると思いますし、チームとしても攻撃のパターンが増えると思うので、そこの成長にも期待したいなと思います。得点のシーンとか、まあ、他のシーンとかでも、まあ、酒井とかがいなかったっていうのもあると思うけど、まあ、クロス単純に放り込むんじゃなくて、まあ、マイナスも使ったりとかして、なんかすごい工夫してる印象はこの試合は見てて、そういういい印象っていうのは受けたかな。
そうね、サイドを攻略してのクロスからの得点っていうのは長谷川監督がずっと狙ってる形かなっていう風に思うし、試合後のインタビューとかでもそこのクオリティはもっと上げていく必要があるみたいなことを監督もずっと言っていたし、まあその狙いが今回はいい形として試合の中で現れてくれたかなと思います。この試合はまあ追いつかれてしまった悔しい試合にはなってしまったんですけども、監督はインタビューの後にこの流れの中からクロスの形から2得点を取ることができたことというのをポジティブに捉えていたので、今後も名古屋としては狙っていく形なのかなという風に思います。そしてこの試合では藤井が自らボールを運んで相手フォワードのプレスをかわすことで大きなチャンスにつなげるシーンが見られました。札幌はオールコートマンツーマンのようなディフェンスを仕掛けてくることもあり、この藤井の一人剥がすドリブル、持ち上がるドリブルというのは今非常に効果的だったのかなと思います。最近のディフェンスにはビルドアップの能力の一環としてボールを自ら運ぶ能力というものもかなり求められるのかなと感じていて、例えば浦和レッズのショルツ選手なんかは相手のプレスが来ていなければ自ら運んで相手を引きつけてからパスを出すといったことが非常に上手い選手だなと対戦相手として感じていて、藤井がさらにいい選手になるためにこういった能力をもっともっと磨いていって名古屋に貢献してくれると非常に助かるなと感じました。名古屋も、まあ、ガンバと同じく3バックっていうところで下からボールを回すってなるとだいぶ下が重くなってしまうっていうのがあると思ってて、藤井が真ん中から、まあ、ボールを運べるっていうのはすごいいいプレーだと思うし、それができる能力の高さがあるっていうのも、まあ、素晴らしいことだな、まあ、今後もどんどん続けていってほしいなと思いました。ガンバと福岡とか、まあ、高尾とかが3バックの、まあ、右とかやるとできるのかな。まあでも真ん中とかであんまりやってる選手はいないから。そうね、そういう意味ではやっぱ藤井すごいよね、このシーン。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ第23節、名古屋グランパス VS 北海道コンサドーレ札幌の試合を解説しました。試合終盤に追いつかれ勝ち点2を失う結果にはなってしまいましたが、試合全体を通して名古屋が主導権を握る時間も長く、先制点を奪われても2点を奪って一時的に逆転できたことはリーグ前半戦の内容から成長が見られ、今後の後半戦にも期待が持てた内容でした。さて次の試合は8月3日水曜日、ルヴァンカップ準々決勝ファーストレグの浦和戦。ここから1週間で浦和との3連戦となり、その最初の試合となります。この3連戦をいいものにするためにもまずは初戦が重要になるのかなと思います。この試合も後日解説予定です。チャンネル登録高評価でお待ちいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。またこのチャンネルではガンバ大阪横浜 F マリノスの動画もアップしています。そちらもぜひぜひご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。さようなら。